にちは、かけむらです。最近ご年配の方ってあんまり喋るのが得意じゃないのかもしれないんですけれども、喋る人はめちゃめちゃ喋るんですけれども、その、注文を言うのがなんかめんどくさいみたいな。で、今朝、初めて見るお客さんなんですけれども、ちょっと、年配のおばあさんなんですけれども、座っていきなり、兄ちゃんいつもの言うても分かれへんわな、って言われて、それ、初めて見るお客さんやのに分かるわけないっすよね。ちょっと分からないですね。モーニングですよね、って言ったら、モーニング。トーストかサンドイッチあるんですけれども、って言ったら、トーストで、って。お飲み物は、って言ったら、レモンティーですか？あ、それ、みたいな。ちょっとちゃんと喋ってくれやないと、ボケますよ、みたいな。そんなん言ったらダメですよね。すいません。今日は、先日購入した、ファーウェイのメディアパッド、11,480円、SIM なしですね。Wi-Fi 専用モデルなんですけれども、これのレビューしてほしいいうことで、今日は、タブレットの、すいません、指紋だらけで、タブレットのレビュー、やってみたいと思います。上新電機ですね、上新ウェブさんの方で通販で買ったタブレットなんですけれども、ファーウェイ、モデル名はファーウェイのメディアパッド T3 の7、7インチ、画面サイズが7インチあるので7っていうんだと思うんですけれども、Wi-Fi 専用モデルで SIM はなし。まあとりあえずその重さとかこうタップした時のアプリの起動のところとかいろいろちょっと見てみたいということで、まず重さは235gぐらい、確か230か250gぐらいで、まあ、そんなには重たくはないです。片手で全然持てますし、で、薄さはまあまあ薄い感じですね。で、カメラの方は、後ろと前にカメラがあって、200万画素、ですね。カメラの画素数は200万画素、後ろと前ついてます。それで、Wi-Fi 専用モデルなので、自宅にインターネットがあって、無線 LAN 親機がないと使えないんですけれども、設定はこっちからやっちゃうんですけれども、今はこれ自宅の Wi-Fi 親機やので、これですね。今用意したバッファローの無線 LAN 親機、つないでみます。いけましたね。接続済み。うい。で、ブラウザはあらかじめ Chrome、Google Chrome が入ってます。こういう感じですね。すいません。ちょっと Google Chrome のところから。こんな感じでブラウザーですね。立ち上げて、音声検索。かげまる YouTube。こういう感じで、検索もサクサクですね。いけるみたいです。それで、タブレットのスペックの方なんですけれども、容量は小さいです。ストレージ、ハードディスクみたいなもんなんですけれども、ストレージ、16GB。で、メインメモリは 2GB。あとは GPS 機能がついていて、プロセッサーの方は MT8127、クワッドコア。クワッドコアですね。4つコアがあって、動作クロックは 1.3GHz です。で、Android の OS は 6.0 ですね。容量確かね、ストレージの容量多分、めっちゃ少ない 16GB あるんですけれども、多分もう空き容量なかったんちゃうかな、みたいな。で、僕これクロームキャストでリモコンで使いたかったのでちょっと買ったので、ほら、端末ストレージ、16GB あるんですけども、8GB しかないみたいな。で、メモリ、マイクロ SD メモリスロット、ここにあるので、まあ、ストレージ足りなくなったら、ここに自分でストレージ買って、マイクロ SD カード買って、ここに差し込めば、
あの32ギガぐらいは増設簡単にできると思います。あとはそうですね、あ、これは有料ですわ、確か。あ、有料ちゃうんか。あ、有料ですよ。おいで、どうしようかな。あんまりアプリ入ってなくて、で、この間インストールした Unext ですよね。これは Chromecast 設定する用のアプリです。で、まあ、LINE は、使えてないので、Unext ちょっと見てみましょう。こういう感じですね。昨日ちょっとウォーキングデッド見てました。あの、最新、セブンですね。が、無料で見られます。月額会費が、何ぼやったかな。2000円で月1000ポイントもらえるみたいな感じですね。動画も結構サクサクですね。いい感じです。ネットフリックスとかフールとかやったらもうこれで十分じゃないですかね、もしかしたら。お？甘えは。すいません。番組冒頭のあれが入っちゃいまして。その他、そうですね。影丸チャンネル、ちょっと見てみましょうか。これはどうですかね。ニュースパース、ある特定のニュースだけを片っ端から見たい時ってありませんか。そんな時はニュースパースのニュース検索。とにかく、はい、はい、こんにちは、影丸です。車庫入れの時に出ない時にちょっとぶつかりそうなのでどうすればいいのかっていうご質問があったんですけれども、ダサですよね。ダウンサの時はその微妙なアクセルワークコントロールですよね、を覚えていただければ大丈夫なんですけど、まずみんながやりがちな、こうダロジャー・クラーク YouTube、ロジャー・クラーク、オリーですね。確か900馬力のインプレッサー作って、700馬力やったかな、のインプレッサー作ってます。いい感じです。写真も結構サクサク表示できますよね。うん、いい感じです。これが、ニトロ積んでるんですよね、確か。で、700馬力出るって言ってました。S208 は、こんなんで出してくれたらよかったのにですよね。これは僕の動画ですかね。まあ、以上です。あとは、どうなんやろ、これ。ゲームなんですけれど。ゲームですね。タップして。どうしたらいいの？バナナをゲットしよう。おう。よかった。なかなかいい感じです。すいません。それでは刀ですが、失礼させていただきたいと思います。